こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では2020年に買ったものの中で特にですね、僕自身が気に入っているものをですね、皆さんにご紹介したいなと思っています。今回ご紹介するジャンルというのは、今までですね、楽天だとかアマゾンで買ったものだとか、あとはユニクロの中で特に良かったものをご紹介してきたわけなんですが、それ以外のですね、僕自身の一番の本丸としているファッションジャンルですね、この中から特に気に入ってこの1年間によく使ったものをですね、皆さんにご紹介をしてみたいなというふうに思っています。ぜひ皆さんもですね、来年の買い物に向けて参考にしていただきたいなというふうに思っていますので、ぜひ最後までお付き合いいただければなというふうに思っています。早速一つ目からご紹介したいなと思うんですが、これはですね、動画の中で何度も何度もこすり倒してきているので皆さんもご存知かなと思うんですが、こちらですね、ナイキのエアマックス97ブラックですね。ソールに関してはホワイトのものを僕は購入をしました。これはですね、1年間を通して一番使ったアイテムかなというふうに思っています。今年ですね、僕はスニーカーめちゃくちゃたくさん買ったんですね。おそらくですね、6足か7足ぐらい買ったかなと思うんですね。1年間にこんなにスニーカーを買ったのは人生で初かなというふうに思っています。もちろんですね、趣味的な要素もあるんですが、やはり今年はですね、結構 YouTube に力を入れたので、様々なスニーカーをご紹介したいなということでたくさん買ってみたんですが、その中でも個人的に一番履いたのがこの AirMax97 のブラックですね。名前にもある通り、1997年に発売されたモデルで、僕はその当時ですね、中学生だったんですね。その頃はですね、正直この良さって全然わからなかったんですね。当時の AirMax97 の代表的なカラーといえばシルバーだったんですね。ですので、これよりもですね、もっと近未来的な感じがして、僕にはですね、全然使いこなせるような気配がなかったんですね。それから20年以上の時を経て、まさかですね、僕が AirMax97 を履く日が来るとはですね、夢にも思いませんでしたね。デザインとしてはベーシックというよりは、やはりですね、ちょっと近未来的で、普通のスニーカーとは明らかに雰囲気が異なるんですけども、ただですね、配色としては大部分がブラックで、ソールに関してはホワイトなので、シンプルな色使いになっているので、意外と使い勝手がいいんですね。今の僕の着こなしのようにパーカーを使ったようなカジュアルな着こなしも合いますし、意外とですね、チェスターコートを着たりだとか、ジャケットを着たりするような綺麗めのスタイルにもハマりがいいので、結構ですね、1年を通してめちゃくちゃ履きましたね。その結果、僕の中での一つの代名詞的な存在になりましたね。話は変わるんですけど、先日丸の内を歩いていたら、大山さんって声をかけられたわけですね。誰かなと思ったら、どうやら僕のこの YouTube チャンネルを見てくださっている方だったんですね。とは言っても、今時期僕はマスクをしているので、結構人には気づかれないかなと思うんですけども、その方に話を伺っていたら、 AirMax97 を履いてたので大山さんだとすぐ分かりましたというふうに言われたんですね。それぐらい僕を象徴するアイテムかなと思っていまして、すごくですね、僕自身気に入っているアイテムなのかなというふうに感じています。このようにですね、僕は毎年ですね、何か一つ二つぐらいは今年を象徴するようなアイテムというものができるわけですね。それが僕にとっては AirMax97 だったので、これも来年以降も履いていきたいなと思うんですが、来年はですね、やっぱりちょっと気分を変えたいので、違うですね、新たな定番スニーカーを見つけたいなと思っていますので、ぜひそちらもですね、楽しみにしていただければなというふうに思っています。はい、続いて2つ目に紹介したいのは、今着用しているこちらですね、Apple Watch になります。これもですね、今年買ってめちゃくちゃ活用したアイテムの一つなんですけども、もともとですね、 Apple Watch は長いこと買わなくちゃいけないなと思っていたわけですね。新しいものが出たらとりあえず飛び込んでみる、これが僕の中でのモットーなんですけども、 Apple Watch に関してはなかなかですね、手出しができない状態で数年が経ってしまったわけなんですが、今年ようやくですね、購入することができました。そしてどうせ買うからにはですね、普通の Apple Watch ではなくて、ちょっとぶっ飛んだ選択をしたいなということで、エルメスバージョンを購入したんですね。普通のアップルウォッチよりもやっぱりこちらの方が持ってる人の人口も少ないですし、自分の中ではですね、一つの記念になるかなと思ってエルメスバージョンを購入しました。実際に購入して半年ぐらい経ったんですが、僕の率直な感想なんですけども、正直ですね、
ほとんど機能は使いこなせていません。 Apple Watch の本来の魅力であるスイカを使ってこう改札を通り抜けたりだとか、あとは決済機能ですね、そういったものでも Apple Watch はほとんど使うことがありませんでした。やっぱりですね、なんだかんだで使い慣れたスマホでピッとやった方が僕は楽だなと思うので、意外とそういった活用もしなかったんですね。あとはスポーツをする際に使ったりだとか、あとは Apple Watch といえば寝てる間に装着をして眠りの浅さとか深さをですね計測することもできるんですが、そういった機能もですね1回使ったぐらいかなというところで、 Apple Watch が本来持っている機能というのはですね正直全然使いこなせていないんですね。それでも結構僕自身は Apple Watch は気に入ってるんですね。第一に僕はもう Apple Watch を買った時点で目的の6割7割ぐらいは達成できてるのかなというふうに思っています。というのも先ほどお伝えした通り、新しいものが出たらまずは買って試してみる、これがですね僕にとっての一番の目的なんですね。新しい体験をしてみて、それが自分にフィットするのかどうかをですね確かめていくという作業自体が結構楽しいんですね。ですのでこの半年間使ってみて様々な経験をできたということだけでもですね十分元が取れてるのかなというふうに思っています。見た目に関してもですねデザインが結構シンプルで、これ自体は結構気に入っていますね。僕は先ほどお伝えした通りエルメスバージョンを購入したわけなんですが、正直これはエルメスじゃなくても全然良かったかなというふうに思っています。まあ、見ていただきたいんですけども、僕は Apple Watch に関しては基本的にですね革ベルトはしないでカスタマイズしたナトーベルトをしてるんですね。本来だったらエルメスのバンドがついてくるんですが、どうしてもですね僕は 40mm という小さい方のアップルウォッチを買ったので、その革ベルトが女性っぽく見えてしまうので、なんか僕の中ではあまりしっくりこなかったんですね。それよりももうちょっと男っぽく見えるナトーベルトをつけることで僕はアップルウォッチを楽しむようにしてるんですね。このベルトはですね楽天で購入したフェニックス社のですね本格的なナトーベルトを自分でハサミで切って接着をしながら自作で作ったわけなんですが、このベルトに関してはすごく気に入っていて、僕は日常的に Apple Watch を使っています。まあ、僕はですね今時計を2つ持っていて、1つは機械式の時計で、これに関してはですねやっぱり気持ちが高まるので、仕事でバシッと決めたい時には必ずそちらをするようにしていまして、こちらの Apple Watch に関しては日常的に使うようにしてるんですね。もうちょっとカジュアル使いしやすいというところですごく便利かなというふうに思っています。エルメスバージョンの恩恵としてはこの文字盤ですね。僕は一応エルメスの文字盤を使ってはいるんですが、やはりですね平面的なもので奥行きあるものではないので、どうしてもですねエルメスを所有しているワクワク感みたいなところはそこまで強くはなかったかなというふうに思っています。僕にとっての初エルメスではありましたが、これはですね改めて違った実物の何かをですね今後買ってみたいなというふうに思っています。まだですねアップルウォッチを試したことがない方に僕がおすすめできるかというと、正直ですねおすすめすることは十分にできるかなというふうに思っています。もちろんですねガジェットとしての特性をうまく使えた方がいいんですが、それ以外のものとしてのデザインも結構完成度が高いですし、今っぽい時計として着こなしのアクセントに添えるのもすごくいいかなと思うので、ぜひ皆さんにもですねApple Watchというものはお勧めしたいなというふうに思っています。はい、続いて3点目のアイテムなんですが、これはですねマスクですね。今年はですね皆さんにとってもマストアイテムになったのがこのマスクというアイテムなのかなというふうに思っています。1年前の今頃には全く想像がつかなかったようなアイテムなのかなと思うんですが、まさかここまでマスクがですね生活に欠かせないものになるとは思ってもいませんでしたね。まあ、通常であれば1日ごとに使い捨てのマスクをすることが多かったんですが、今年に関してはもう毎日なので、ちょっとファッション性の高いようなマスクもですねいろいろと購入をしてみたわけですね。今年だけで僕はですね実験の意味も含めてマスクだけで12枚購入したんですね。ここまでですねマスクだけを買ってるスタイリストも日本にはほとんどいないのかなというふうに思っています。まあ、僕が買った様々なマスクに関しては YouTube のメンバーシップというところで結構深くですねお話をしてるんですね。私物の中から特に気に入っている5パターンをご紹介したりしていたんですが、その中でも今回ご紹介したいのは僕がですね一番よく使っているこのスキンというブランドのマスクになりますね。これはセレクトショップのジャーナルスタンダードで取り扱い使いがあるんですけども、僕は主にですね ZOZO だとかオンラインで買ったりしたんですけども、これがですねすごくバランスが良かったんですね。まず肌触りがいいのとサイズ感もすごくバランスがいいんですね。ちょっとしてみたいと思います。はい、こんな感じですね。結構ですねバランスがいいのが分かっていただけるかなというふうに思っています。色に関しても様々なバリエーションを試してみたんですが、特にですね白、
グレー、ブラック、このあたりを比較してみたところ、やはりですね、白だとマスクをつけているという感覚が強くて、あまり新鮮さが感じられなかったんですね。一方でブラックだと結構重たすぎてオラオラ感が強くなってしまうんですね。なのでブラックはブラックでかっこいいんですけども、どうしてもですね、その強さというところが僕には完全にはフィットしなかったんですね。その点このグレーのマスクというのはちょうど中間的な位置づけになっていて、ファッションにもですね馴染みやすいので、結構この色が使いやすいかなというふうに思っています。そしてこのスキンのマスクに関しては、通常のマスクとちょっと違って、ちょっとプリントが入っていたりだとか、デザインのアクセントがあるので、ちょっとした気分転換にはですねすごく使い勝手がいいなというふうに思っています。でサイズもですね、大きすぎることなく、フィット感としてもちょうどいいんですよね。女性がするにはやや大きいかなと思うんですが、ブランドによってはですね、これよりももっと大きいものもたくさんあったので、その中で結構バランスがいいのがこちらのスキンのマスクなのかなというふうに思っています。僕は合計で3枚ですね、スキンのマスクは持ってるわけですね。それぐらい気に入ってこれは購入したわけなんですが、ぜひ皆さんもですね、まだマスクをする機会が長いかなと思うので、様々なマスクを試しながらファッションとのバランスというところをですね、整えていただければなというふうに思っています。はい、続いて4点目のアイテムをご紹介したいなと思うんですが、それはですね、今僕が着ているエストネーションのパーカーになります。まあ、正確に言うと買ったのはですね、去年の年末なんですね。仕事用に何かパーカーが欲しいなと思って、ちょっと背伸びをしてユニクロ U のパーカーよりもですね、だいぶ高いこちらのセレクトショップのオリジナルのものを購入したんですね。価格はですね、1万9000円ぐらいしたので、パーカーにしてはかなり価格が高いかなと思っています。ただですね、このパーカー仕事で着ることはほとんどなかったんですね。さすがにお客さんのところに会いに行くのにパーカーというのはカジュアルすぎるかなというのにですね、買ってから気づいて、ほとんどですね去年の12月は着なかったですし、今年の前半戦には着ることがなかったんですが、このまま着ないのももったいないなと思いまして、こういった普段の YouTube の撮影ですとか普段着として落とし込むようになったらめちゃくちゃ便利で、すごい着まくってるアイテムになりました。本来であれば1軍で活躍する予定で買ったものが、1軍では全然活躍しなくて2軍に入ったんだけども、そこで明確な活躍機会を得てですね、一気にヘビロテするようなアイテムになったのがこのパーカーだったんですね。まあ、近年ですね、このパーカーというのがトレンドアイテムになっていまして、様々なブランドから出ているんですね。僕もユニクロ U のものはよく着るんですが、やっぱりですね、ちょっと値段が高いものの方が着ていて気分って上がるんですよね。その点ですね、セレクトショップのオリジナルのパーカーというのは値段はだいたい1万円から1万5、6000円というところのレンジが多いかなと思うんですが、やはりですね、着ていて気分が良かったりするんですね。特にパーカーに関しては春も使えるし、秋も使えるし、あとは重ね着をすれば冬も使えるということで、3シーズン使うようなアイテムなんですね。そしてこのパーカー自体が主役になることも多いので、そういったアイテムには少し投資をしてみるのも結構良かったなというふうに思っています。その点ですね、仕事で使おうと思って頑張って投資したこのパーカーが普段着としてすごく気持ちよく着れているので、これはなかなか良い買い物だったなというふうに思っています。で、色に関してはですね、今年はこのダークグレーというものが僕の中では大ヒットなんですね。ユニクロ U ですとかプラス J でもこういったダークグレーの色合いが多かったんですが、ちょうど1年前のこの時期にですね、買ったこのダークグレーのパーカーというのもめちゃくちゃ活用しましたね。ブラックですとかネイビーですとか、あとはカーキですとか、こういったメンズファッションにおいて結構重要になってくるカラーとの相性もいいので、かなり使い勝手が良くて、普段だったら僕はネイビーを選びがちなんですが、ネイビーにはないちょっと大人っぽい雰囲気というのも楽しめるので、すごく気に入っていまして、様々なトップスの中で一番ですね、活用機会が多かったのがこちらのパーカーかなというふうに思っています。皆さんもですね、ぜひユニクロ U のパーカーですとか、ユニクロの通常ラインのパーカーから試していただいて、この使い勝手の良さというところを経験していただいたら、次に買い替えるタイミングではユナイテッドアローズですとか、あとはエストネーションですとか、あとはナノユニバースとかエディフィス、このあたりのセレクトショップのパーカーというものをぜひ選んでみていただけるといいかなというふうに思っています。はい、続いてラスト5点目のアイテムなんですが、これまた今履いているものなんですけども、こちらはユナイテッド東京というブランドのスラックスになります。まあ、素材はですね、アウトラストというものを使っていまして、これがですね、めちゃくちゃ気持ちがいいんですね。すごいストレッチも効いてますし、すごいのがですね、季節を問わずに使えるという点なんですね。春夏であれば生地がちょっとひんやりとして気持ちいい感じがしますし、秋冬に関してはややですね、暖かさも感じるんですね。体温調整機能というものがついているような特殊な素材になっているのが
すごく使い勝手が良くて1年を通してこちらを使っています。実はですね、こちらのシリーズというのは昨年ですね、グレーを購入したんですね。それがあまりに良かったので今年になってからこのブラックのスラックスも購入をしました。形もですね、すごく綺麗なんですね。まあ、もも周りだとかお尻周りには適度にゆとりがあるんですが、それでもですね、たっぷりすぎる感じではなくて割と細身の作りになっています。特に膝下からはより細くなっているので、すごくですね、足長効果があってバランスのいいスラックスに仕上がっているのかなというふうに思っています。で、これはですね、センタープレスが効いてないんですね。ここが意外と使いやすいかなというポイントで、センタープレスが効いていることですごく綺麗めには見えるんですが、結構ですね、日常生活の中で履いてるとこのセンタープレスが消えてきたりするわけですね。そうなるとまたアイロンをかけたりしなくちゃいけないので、意外とそれが手間に感じることがあるんですね。その点、最初からですね、もうセンタープレスがないので気軽に着やすいというところもすごく楽なポイントかなというふうに思っています。そしてなかなか分かりづらいんですが、このウエストもですね、これゴムになってるんですよね。ですので着脱がめちゃくちゃ楽なんですよね。特にチャックとか開けなくてもそのままズボッと履けたりするので、そういった使い勝手の良さも含めて僕の中では休日にすごく使うことが多い、ちょっと綺麗めなパンツなのかなというふうに思っています。正直ですね、こちらのパンツに関しては有料のメンバーシップでお伝えしようかなと思っていたんですが、まあ、せっかくなのでなかなかですね、ご紹介したことがなかったユナイテッド東京の僕がですね、隠れてめちゃくちゃ愛用しているこちらのパンツをご紹介させていただきました。まあ、今日ご紹介したものに関してはまだ在庫があるものは下の説明欄にリンクを貼っておきますので、よかったらチェックをしていただければなというふうに思っています。このパンツはかなりの名作だと思うので、ぜひ皆さんもお店に行って試着をしていただければなというふうに思っています。はい、ということで今回の動画では2020年僕が買ったものの中で特に気に入っている5つのファッションアイテムをご紹介させていただきました。結構馴染みのあるものから初めて登場したこのユナイテッド東京のパンツまで様々なものをご紹介したわけなんですが、来年以降のですね、皆さんのお買い物にぜひ参考にしていただければなというふうに思っています。おかげさまでこちらのチャンネルもたくさんの大人の男性に見ていただいて、なんとかですね、1年間走り切ることができました。年末までですね、こういった形で僕の動画を見ていただいてすごく嬉しく思っています。来年もですね、気合を入れて様々なアイテムを実際に買ってみて、良かったものに関してはこのような形で皆さんと一緒にシェアをしたいなと思いますので、来年の YouTube チャンネルもぜひお楽しみいただければなというふうに思っています。1年間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。以上、スタイリストの大山俊でした。また2021年もどうぞよろしくお願いします。